大体80種類ぐらいですかね。80種類、ええ、ハーブを作って取れたものを、まあ、自分たちでの手で原料化して、それで最高の状態でその上流の方に持ってくるっていうふうなことをやってるんで、うん、ハイグレード S、 今回紹介するのはほのほ希望。ボタニカルといわれる植物や種を使って作られる蒸留酒ジンは、蒸留所や地域によってとても個性が出てくるお酒です。ほのほ希望は北海道産シャコタン産のボタニカルをベースに、赤蝦夷松の深いオレンジの香りが特徴的な豊かな大地が育んだクラフトジンです。ゲストはほのほ希望を製造するシャコタンスピリットの岩井博文さん。シャコタンの自然を生かしたジンを蒸留し、別名火の酒とも呼ばれる蒸留酒ジンの力で人々の心に火をつけ、シャコタンから勇気と希望を発信しています。もう一人はバー一景の本間一景さん。バーテンダーとして25年のキャリアを持ち、シャコタンジンの魅力を全国に伝えるシャコタンジンアンバサダーも務めるお酒のスペシャリストです。ハイグレード S、 道産食品のトップランナーたちを迎え、食の深掘りトークをお届けします。今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、早速あのシャコタンほのほの希望を飲んでみましたけども、はい、まあ、一言で言うならば森の中ですよね。やっぱりそうですよね。シャコタン半島の森とシャコタンブルーの海っていうのがテーマなんで、うん、ものすごくこう森の香りをね、はい、あの出していきたいなと思って。森の風景がね、あの針葉樹林の風景なんで、うん、それで赤蝦夷松の深いオレンジの香りを瓶の中に詰めてみたという感じです。森の散歩。なるほど、はい、結構私もこうお店でお客様に提供するときに、やっぱりこう森の話をして、で一度飲んでいただいてからこう詳しく話したりするんですけど、やっぱりこのグラスの中でこのなんかシャコタンのこうイメージをお客さんに持ってもらうことで、なんか美味しさもなんか倍増してる感じがするんですよね、うん、イメージをね。イメージも、はい、はい、一番の特徴っていうのは、植物ごとに蒸留しているっていうところじゃないですかね。うん、今農場の方でだいたい80種類ぐらいですかね。80種類、ええ、ハーブを作って取れたものを、まあ、自分たちでの手で原料化して、それで最高の状態でその上流の方に持ってくるっていうふうなことをやってるんで、うん、それで植物ごとに、まあ、上流をしていくっていうふうなことになると、その植物の一番香りの出やすい、なんていうんですかね、こう沸点っていうんですかね、うん、そこを探して香りをより低温で抽出するっていうのがね、そういうのがあの大きな特徴かなと思うんですよね。うん、やっぱりねテロワールっていうのはきっとあるんだなって思うんですよね。だから他のね同じハーブでも他の地域のハーブとはまた全然違ってて、うん、そこが面白いところですね。私もやっぱり初めてこうお店で飲んで、まあ、その後にシャコタンに行った時にやっぱりこの、まあ、森の中ってイメージだったんですけど、シャコタンの香りっていうんでしょうかね、はいはい、なんかこうあグラスの中のこの香りってここかっていうのがすごいあったんですよね。だから来ていただいて農場を見てもらってテイスティングしてもらって、あでこれで希望なんだっていうのが分かると、はい、面白いんじゃないかなと思って。いやそうですよね、はい、ちなみにこう料理とかは例えば合わせるとしたらどんなものがいいんでしょうかね。合わせるとすればやっぱりね一番合うなって思ったのはカレーとかね、そのスパイスの、うん、効いたものっていうのは当然合うじゃないですか、うんうん、ジンもいわゆるスパイスが入ってるから、はいね、合うんですけど、驚くのはねやっぱりお寿司なんですよね。あお寿司、あるいは刺身、まあ、なんていうんですかね、旨味が残りながらそこに、ジンの旨味と後味というのがこう残るっていうのがすごく、感動的だったんですよ。うん、はい、ぜひ試してみてほしい。いや私もちょっと魚介類と合わせてみたいと思います。はい、ぜひお願いします。はい、ここで本間さんがバーテンダーならではの飲み方としてほのほ希望の前割りを提案してくれました。3日前に水で割っておくことでジンと水が適度に馴染み、ボタニカルの香りがより豊かに感じられる一杯です。どうぞ召し上がりください。ありがとうございます。
香りがいいですよね。すごく香り立ちます。立ちますよね。はい、すごく飲みやすい。これだったらアルコールが苦手な人たちでも、はい、すごくマイルドに飲みますね。そうですね、ええ、やっぱりあの3日ぐらいすると水と非常に馴染んで、そうですね、違和感なく飲める、ええええ、そしてほのほ希望に合わせるおすすめはドライフルーツ。赤蝦夷松の爽やかな柑橘の香りをドライフルーツの甘さが引き立てる至極のマリアージュです。甘みとこの凝縮感がこうよりこう相乗効果を高めてくれると思うので、やっぱりこのフルーツのね、と甘みとジューシー感っていうんですかね、はい、まあ、そういったものとこうジンが合わさった時の口の中の広がりですかね、はい、そうですね、なんかこう掛け算になっていくのがすごく口の中ですごい分かるというんでしょうか、うん、でまたこう一口食べて飲んでやると、やめられない、やめられないんですよずっとこう続いちゃうやめられないな、これ、新しい体験、本当に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。シャコタンの豊かな自然と人々の地域への思いが溶け込んだクラフトジン、ほのほ希望は HBC ショップで販売中。ボタニカルの芳醇な香りをぜひご家庭でお楽しみください。